これより会議を開きます。日程第一、私的独占を禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、第183回国会内閣提出、第185回国会衆議院送付を前回に引き続き議題といたします。まず委員長の報告を求めます。経済産業委員長北川一成君。ただいま議題となりました法律案につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、審判制度を廃止するとともに、意見聴取のための手続きの整備等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、審判制度の実績及び同制度の廃止を決定するに至った経緯、第一審を行う地方裁判所を増やす必要性、行政調査段階における手続き保障のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林理事より反対する旨の意見が述べられました。ついで採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数178、賛成162、反対16、よって法案は可決されました。日程第二、国家戦略特別区域法案内閣提出衆議院送付。日程第三、アルコール健康障害対策基本法案衆議院提出。以上両案を一括して議題といたします。まず委員長の報告を求めます。内閣委員長山東昭子君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告いたします。まず国家戦略特別区域法案は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化、その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上および持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革、その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために、必要な事項を定めようとするものであります。なお、衆議院におきまして、区域計画への構造改革特別区域法に規定する
特定事業等の追加等、個別労働関係紛争の未然防止などのための事業主に対する援助の実施に関する内閣総理大臣等の意見に関する規定の追加、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項の追加などを内容とする修正が行われております。委員会におきましては、世界で一番ビジネスがしやすい環境のイメージ、国家戦略特区制度と地方分権との整合性、国家戦略特区制度により地域間格差が拡大する懸念などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議力によってご承知願います。質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の山下理事より反対の旨の意見が述べられました。ついで採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に、アルコール健康障害対策基本法案は、アルコール健康障害対策に関し基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めることなどにより、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、合わせてアルコール健康障害を有する者などに対する支援の充実を図ろうとするものであります。委員会におきましては、衆議院内閣委員長代理、関義博さんより趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。ただいま委員長報告がありました議案のうち、国家戦略特別区域法案に対し討論の通告がございます。発言を許します。山下芳樹君。私は日本共産党を代表して国家戦略特区法案に反対の討論を行います。法案の内容に入る前に、法案審議の民主的ルールを真っ向から否定した与党による本院と内閣委員会の運営について一言申し上げたい。国家戦略特区法案は安倍内閣の重要法案とされているにもかかわらず、公正で円満な運営を進めようとしていた前内閣委員長を数を頼んで解任した上に、委員長職権で委員会を開催し、参考人質疑も行わず、委員の十分な審議も保障しないまま、委員会に続いて本会議で採決を強行しようとしていることに対し、まず強く抗議をいたします。内閣委員会における本法案の審議時間は衆議院の3分の1にも満たないわずか7時間でしかありません。そのような状態で会期末を迎えた以上、会期制の原則にのっとるなら、本法案は本来審議未了廃案とすべきものであります。以下、国家戦略特区法案に反対する理由を具体的に述べます。第一の理由は、本法案が弱肉強食の市場原理主義に基づく規制緩和を特区地域の指定も含め国家の意思として上から一方的に押し付け、やがて全国に拡大するものであり、そのために総理大臣のもとに新たな規制緩和メニューを次々と加えることができるシステムを創設するものだからであります。はじめに、規制緩和ありきで、規制緩和によって安心安全が脅かされる側の声は事前に聞かれることなく、規制緩和後の悪影響も検証される仕組みがない本法案は、国民の中に一層の貧困と格差をもたらすものとならざるを得ません。反対理由の第2は、
特区地域の指定、特区計画の認定、雇用ガイドラインの検討などを担うこととなる要の組織、国家戦略特区諮問会議に総理官房長官などとともに、解雇特区や雇用の規制緩和を強力に主張している竹中平蔵氏、今や派遣会社会長でもある同氏をはじめ、財界人が民間議員として起用されようとしているからであります。私の本会議質問でも、菅官房長官は竹中氏の起用について否定せず、仮に議員が直接の利害関係を有すると考えられる議題が上がる場合には、当該議員が審議に参加しないようにできる仕組みとしたいと根拠も担保もなく答弁されましたが、法人税の優遇や労働法制の規制緩和などが議題となるたびに外すことなどできるはずがありません。人間社会は使用者と労働者が対等の立場にない雇用関係において、労働者保護のための労働法の必要性を自覚し、長年の努力によって契約自由の社会を修正してきました。それが近代社会の到達点であります。こともあろうに、労働者の搾取が自由にまかり通っていた時代に逆戻りすることを望むかのような、むき出しの規制緩和論者を諮問会議のメンバーに据えるなど、到底許されるものではありません。反対理由の第3は、今や若者の、そして女性の2人に1人が正社員になれず、不安定雇用と低賃金に苦しんでいる中、求められているのは安心して働ける雇用のルールの確立、正社員化と均等待遇、中小企業への支援と合わせての最低賃金の大幅引き上げなどであるにもかかわらず、この法案はそれと逆行する労働規制の緩和の道筋をつけ、一層非正規化を進め、格差社会を広げるものだからであります。この間、国家戦略特区ワーキンググループでは、労使の契約でいつでも解雇できるようにすること、労働時間の上限規制の緩和をすることなど、解雇特区、過労死特区とも言うべきものが検討されてきました。こうした企ては、国民の批判を前にトーンダウンしたものの、新たに有期労働の無期転換申し込みを現行5年から10年に延長することが狙われており、何年働いても非正規雇用、正社員への道がますます遠くされようとしていることは重大です。これだけにとどまらず、法案では医療、農業、教育など様々な分野で国民の命と安全、暮らしや営業に関わる規制緩和が首相のトップダウンで次々と持ち込まれようとしております。日米の財界の要求を優先し、国民の命や暮らし、雇用や中小企業を守るルールを壊すことなどあってはなりません。以上、本法案に反対する理由を述べました。最後に、この法案に関わらず、国会の中の多数で悪法を強行することはできても、国民の中に息づく民主主義の力まで押しとどめることはできません。国民は必ず政治の横暴を自ら乗り越え、新しい時代を切り開くことになることは間違いない。その確信を述べて討論を終わります。これにて討論は終局いたしました。これより採決をいたします。まず国家戦略特別区域法案の採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数176、賛成158、反対18、よって本案は可決されました。次にアルコール健康障害対策基本法案の採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数177、賛成177、反対0、よって本案は全会一致をもって可決されました。この際お諮りいたします。
山谷恵理子君ほか5名発議にかかる中国による防空識別圏設定に抗議し、撤回を求める決議案は、発議者要求の通り、委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって、本決議案を議題といたします。まず、発議者の趣旨説明を求めます。山谷恵理子君。ただいま議題となりました自由民主党、公明党、みんなの党、日本維新の会、新党改革、無所属の会、生活の党の各会派共同提案に係る中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議案につきまして発議者を代表し提案申し上げます。案文を朗読いたします。中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議案。去る11月23日、中国政府は東シナ海上空に防空識別圏を設定した旨、一方的な発表を行った。この防空識別圏内において、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空をあたかも中国の領空であるかのごとく扱っていることは、我が国の領土主権への重大な侵害行為と断じざるを得ず、到底容認できない。同時に中国政府はこの防空識別圏の大半が公海上に設定されているにもかかわらず国際社会の一般的な慣行に反しあたかも自国の領空と同様の強制力を他国の航空機に及ぼす旨表明した。かかる一方的な措置は国際社会の普遍的なルールである公海上空における飛行の自由を不当に制約するものであり東シナ海における緊張を一層高め、ひいてはアジア太平洋地域の平和と安定を脅かしかねない危険な行為である。今回の中国政府の発表に対しては、我が国はもとより諸外国から懸念や抗議の声が上がっている。中国政府はこのような世界の声に謙虚に耳を傾け、国際社会の一員として責任ある理性的な行動を取るべきである。ここに本院は中国政府による一方的な現状変更の試みは断固容認せず、我が国の主権を侵害する無謀かつ危険な措置に対して厳重に抗議し、公海上の飛行の自由を制限する一切の措置の即時撤回を求めるものである。政府は国際社会、国際機関と緊密に連携し、中国に対してあくまで冷静かつ毅然たる姿勢で対応することで我が国周辺の平和と安定を維持し、もって国家主権と国民の安全を確保するよう必要な措置を取るべく全力を傾注すべきである。右決議する。以上でございます。何卒本決議案の趣旨をご理解の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。これより採決をいたします。本決議案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数237、賛成237、反対0。よって本決議案は全会一致をもって可決されました。ただいまの決議に対し外務大臣から発言を求められました。外務大臣岸田文雄君。
政府といたしましては、ただいま採択されましたご決議の趣旨を対しまして、中国による力を背景とした現状変更の試みには、同盟国である米国をはじめとする国際社会と緊密に連携しつつ、我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜くとの決意で、毅然かつ冷静に対処してまいります。厚生労働委員長ほか4委員長から報告書が提出されました。日程第四ないし第十の請願を一括して議題といたします。これらの請願は委員長の報告を省略して各委員会決定のとおり採択することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よってこれらの請願は各委員会決定のとおり採択することに決しました。この際委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。本件は各委員長及び各調査会長要求のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって本件は各委員長及び各調査会長要求のとおり決しました。この際お諮りいたします。橋本正文君から事務総長の辞任いたしたいとの申し出がございました。これを許可することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって許可することに決しました。この際事務総長の選挙を行います。つきましては事務総長の選挙はその手続きを省略し議長において指名することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって議長は事務総長に中村武史君を指名いたします。これにて散会いたします。